どうもそろそろ自動車税を払う時期がやってまいりました自動車税は4月1日の時点で車を所有している所有者さんに発行される請求される税金なんですけども支払いがですね5月のゴールデンウィーク過ぎたあたりから納付書が届き始めて基本的には5月末で一部例外的には6月末で支払いの期限が来るわけなんですよねでちょっと例外的なことをさらに後で申し上げますけども一体ね 現金クレジットカードあとはスマホ決済どれが一番得なのかこれねやっぱりね多くの方が考えることだと思うんですよで私はね現金で払うのは一番損だと思います現金で払うのはで何が一番損かっていうと払いに行かないといけないんですよねで ATM 並んだりコンビニ行ったりとか様々めんどくさいんで私はね現金で払うことはまあおすすめしませんねとなるとクレジットカードもしくはスマホ決済ってことになりますけどもどっちがいいと思います クレジットカードで払うと、クレジットカードのポイント還元っていうのがね、あるところは、それが受けれるんで得だなってところありますけども、実はね、えー、この自動車税に関しましてはじ、自動車税に関しては、このクレジットカードのね、手数料っていうのを自己負担しないといけないんですよ。通常私たちは、お店とかでクレジットカードを使うと、手数料なんてかかんないでしょ。それは、クレジットカードの支払いを受け付けている事業者さんが負担してくれてるんですよね、2%とか3%っていうの だから私たちは普段クレジットカードを気軽に使えるんですけども、これ実はね、商売やってる店舗さんとか企業の方から見ると、クレジットカードって結構ね、負担なんですよ。2%、3%、あらりを抜かれますからね。で、税金に関しましては、それを負担するところがないんで、だから個人で払わないといけないんですよ。多分ね、クレジットカードで自動車税を払った場合、金額の差はありますけども、300円ぐらいは自己負担になると思うんですよ。うん、だから、 クレジットカードもお手軽なんですけども、だけども手数料がかかるよってことと、あとはね、クレジットカードによる支払いのカード会社の還元がもしあれば、それとの相関関係になるかなと思います。でもいずれにしてもね、プラスになっても数十円みたいな世界で、マイナスになってもね数十円みたいな世界なんで、まあ、はっきり言ってそこに思い患ってね、いろんなところから一番支払いの得なところを探すよりは、もうすぐに支払った方がいいと思います、クレジットカードの場合はね。 はい、じゃあ最後に残されたのがスマホ決済です。私はスマホ決済を使うんですけどもこれが一番いいかなと思いますよね。何がいいかっていうともう簡単なんですよ。ただそれだけです。あのどれが一番手数料が安いかとかねほんとどれよりも一緒。差はないです。そんな莫大なね数千円レベルの差っていうのはできませんからそうなったらあっちこっち情報を探すよりもスッと。 PayPay ペイペイで払った方がいいいんじゃなでですかねペイペイで払った場合はスクリーンショットが取れますんでそのスクリーンショットを納付書として保管しておくってこともできるかなと先ほど申し上げたクレジットカード決済はあの納付書にね支払い証明が届きませんので車検の時にねまああの、まあ、困るってことではないんですけどもなんとなく証明書を入れておきたいじゃないですかそれができないかなというところですさあそれで最大の例外ですけども何度も何度も自乗車税をね滞納してきた私から申し上げます 自動車税滞納しても特速状がね来たりとかするんですけども特にそれによって支払い金額が大きくなったりすることはないかなと思いますであの車検の時にね税金払ってないと車検が受けれませんのでその時までに払えばいいのかなというところはありますね私は今そんなことしてないですけどねまあでもどうしても車検時5月末とかね6月末までにお金が用意できなかった場合は払わなくてもなんとかなるっていうことはなんとかなってます で、最後に、その車検のギリギリの時に、ね、あのお金ができたんで、これからお支払いに行っていいでしょうかって感じで、現金で納付するっていう形になって、あの、県庁とかに行ったことは私はありますけどね、結構ね、県庁の支払いのところに、ね、めんどくさいです、でも。でもね、お金がない時って、自動車のその税金なんて、あの、伸ばし伸ばしでやってましたんで、ね、私の経験からすると、だからといって特段ペナルティは実質ないのかなと思います。ただし、たまにね、その、行政の方が、 督促状を送るコストが膨らむんであの、納付期限を守ってくださいっていうお願いが来ましたね。うん、確かにその通りですよね。そういうことをしてる限り、うん、手数料はね、下がらないですよね。もう、督促状を送るっていう経費がかかってますんで。それから、回収するのにもコストがかかるんですよ。職員さんがね、もう期限までに全員が払ってたら、そんなところに労力下がれないんで、それもコストの、 ダウンにつながると思いますけども、ね、さっき私がお話したようにどうしても苦しくて払わない人が2ヶ月3ヶ月5ヶ月6ヶ月ずっと引き伸ばしてやっと払うみたいなこともありますねまあ車は結構今ではね必須なんですけども贅沢になってきましたね高いですよねもうねガソリンも高いしどうなってんだということでね自動車税に関しましては圧倒的に有利な払い方ないです 圧倒的に有利ということは何かというと、スマホで払えるのが一番いいんじゃないですか、少なくとも自分の部屋から払えるのが一番いいんで、クレジットカードが2番目、現金は一番支払いの損が大きいということだと思います。それでは